あのこのゲーム最終期の、あの要は決勝戦ミラーグのパーティー、これおい、勘弁してくれよ。にゃっ、おい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 、どこ行ったの。やっぱいなくなりそうねえ。ねえ、ほんとに待って、まだ勝ち筋折り合せてない。ここからなんかある、ほんとに逆転する。さてさて、まさかまさか打ち破るやつが出てくると思いませんでしたけど、さあこちらね、次の挑戦者、天空三神器の勇者にございます。この凍てつく波動がね、三神器三武具のおかげで使えます。敵の勇気を減らしつつ、灼熱のが変わったね、威嚇とかキラーマシンすぐの火力で耐えることも可能というチームになっております。しかしちょっとね、これはね、うまいことこのダンスラゴンの威嚇次第で本当にある。これはこの悪夢のパーティーがね、何が問題かっていうと、デンタザウスのナイトエッジ、そしてバトルマスターという組み合わせっていうのは HP が非常に高くなりやすいんですよ。もう3219ですもんね。はい、まあ、バトルマスターのね、能力に左右される部分はあれどね、それでも3219と、そしてね、デンタザウスナイトエッジの高耐久、この2つをね、打ち破るのはなかなかに難しいっちゃ難しいんですよ。さあ、アマかけるケンギレックーさん、しかし飛行機がどこにもいない。しこいこいがどこにもいないぞ。ねえ、実際問題、いろんなモンスターを、あ、暗黒弱点、それはまずい、暗黒弱点だ。さあ、この威嚇、ダンスラゴン勇者と組んだことでね、威嚇になります。この威嚇をして有機逃げをすることも可能といえば可能。うん、なんで。おっと、ここでバトルマスターはね、スターフレアの火力をね、火力源スターフレアを止めるというね、ダンスラゴンいい活躍をしております。こうしてみるとね、このデンタザウスナイトリッチバトルマスターっていうのは何より汎用性がすごくって、あ、麻痺ったね、これ麻痺入ったね。おっと、これはアドか、これはアドを捉えたか、むしろ。さあ、キラマシン3がね、火力が高いんですよ。激しい熱気で打ちをまくれ、デッドリークンボ。なるほど、弱い。なるほど、弱い。さあ、問題はこの2ターン目、ダンスラゴンが麻痺ってしまいました。有機量がちょっと少ないぞ。汎用性が高くって、やっぱり、例えば、デンタザロスとかの弱点をいざついてみようと思ったら、あー、これ食らうか。その、他のパーティーに対応できない。大会でも、デンタザロスナイトリッチはやっぱり、皆さん、やっぱね、気にしてたっていう部分はあるんで、あー、ダンスラゴン狙わないで。あー、ほら、そうなる。だから、ダンスラゴンデンタザウルスを意識しすぎたあまり、他の参加者に、デンタザウルスとライドウッチ当たることなく、他の参加者に負けてしまうっていう光景は、ちょっと大会でね、見てたっていう光景ありますけど。はい。さあ、この暗黒ゾーンがマジで強いんだ。暗黒弱点なんだ、キラーマシンするよな。んで。ちょっと劣勢です。少し劣勢となっております。このチーム少し劣勢になってます。サーブレアの痛恨が痛かったかな。さあ、おっと、ダメだこれ、ここで外れる、ここでミス。さあ、問題はこの次のターンですよ。さあ、次のターンが怪しいところ。なんだ、どうすればいいんだ、これは。これはどうすればいいんだ。これはどうすればいいんだ。このデンタザウスのマヒーもバスチルーラもな、状態上の止める系状態上は強いんですよ、どうしてもね。で、キラーマシン3っていうのは基本的に状態上耐性がやっぱり高い、低い方なんですよ、結構。まあ、キラーマ3ね、強いものには強いんだけど、弱いものには弱いからな。さあ、もうこうなるとこっちの勝ち筋っていうのは、威嚇で止めたり凍てつく波動しまくるっていうね、勝ち筋しかなくなってきました。ひどい目に遭っております。次、石放ってください。なるほどね、そういうね、話が出ております。さあ、しかしこれは勇気負けするぞ。
スバゼレが今回不可能というねルールの関係上、これ勇気負けにしてなってしまうのではないか。スーパーノーバー飛んでくるぞ。大丈夫か、大丈夫なのか。キラーマシン3は190食らっております。キラーマシン3足を引っ張っております。どう見ても最鉄火波動で勇気を減らします。これによりこのターンに向こうの勇気が溜まることはなくなりましたね。一人将棋なんでね、こういうのはよくわかります。まあやってるのは一人将棋ですからね、はい。悲しい。さあデンタザウスね、ローリング操作を選ぶ。さあ問題は次のターンどう、石を使ったところで、これは石を使ったところでどうしようもないぞ。勝負は最後までわからない。奇跡も魔法もあるんだよ。さあ奇跡も魔法もまだあります。ここから逆転する可能性大いにあると思います。大いにあります。さあこの絶望的な情報を打破することはできるでしょうか。いや、このゲームはモンバトです。ここで雨かけできるレックーさん削り切りに行きましょう。さあどうだ、ダメだ。ナイトリッチは比較的このパーティーなんか一番打撃タイプが低い方に入ります。はい、あのアーケードの時なんとキラマシン3は行けるチンジ発生。ナイトリッチが一番アーケードの時よりビクトリーで打撃耐性がちょっと低下しまして、ちょっと柔らかくなりました。はい。なので一番このパーティーに打撃が通るのは、ちょっと待って。打撃が通るのはナイトリッチになるんです。だからデンタザウルスが一番硬いかな。はい。で、バトルマスターがまあ安定的な。ね。基本的にバトルマスターが硬くなりやすいんで、なんかもうダメそうですね。はい。あ、もうダメですね。これで決まっちゃうの？嘘だろ？あ、ブーワッ！なんでデタクルで突っ込んでるんですかね、このゲーム。はい、こちらですね。デンタザウルスと強さ分かっていただけたと思います。はい。で、デスゴーゴーメタハンダー、ね、強いの分かっていただけます。つまりね、強キャラをね、全部混ぜたチームとなっております。なんだこれ。お。さあ、始まりましたよ。もうなんかね、モンバト後期にいたやつしかいませんね。はい。なんか大会の光景でこんなの見たことある。あの、大会の光景でなんかこういうのを見たことが、まあ、なきにしもあらずと言うべきでしょうか。あるんですよ。なんか、やっぱモンスターマスター、もう結局のところ、もう、あの、グッドスタッフに作る人って多くって、まあ、単純にデスゴーゴー、デンタザウルス、メタハンター全員単体性能が非常に高いんですよ。その結果、なんだ、スターフレアを君に、あ、そうか！あ、そうか。そうか、スターフレアデスゴーゴーにしか行かねえわ、これ。なんで、モンスターマスターのね、まあ、モンスターマスターで組みつつ、さらにね、もう強いモンスターしかやりたいって、グッドスタッフってやつですね。よくカードゲームでもあるんですけど、強いモンスター、カードを入れまくった方が、相対的に強いっていう、よくはデュエルマスターでもあったんだよな、こういうのな。さあ、この重量級チームね、一つ難点を言うとすれば素早さが遅いんで、かなりの終盤の競り合いになると、バトルマスターに負けてしまう説はありますね。バトルマスターがどうしても速くなりがちなんで、その主人公入りのね、バトルマスターは一番速い。さあ、120君、お互いの攻撃がね、あまり通らない形ですね。基本的にみんな打撃耐性があるんで、おっと結構出んな、こいつ。さあこの事後フラッシュ光弱点強すぎた。強いぞこれは、これは強い。さあこのデンタザウルスナイトリッチ、で事後フラッシュがね、共に光呪文弱点という相性の関係上、事後フラッシュが余計にかなり通ります。さあ気合ためたら、気合を貯めていない状態だと300ぐらい。まあね、打撃耐性をね、貫通してる部分、そこそこ出てるんじゃないですかね。さあ、163。まあ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 。これはね、TS さんやってますよ。ね、いつも来ていただける TS さんのパーティー、ちょっとガチすぎませんかね。わーお。もう痛恨だと思ったわ。さあ。火力で言えば、モンスターマスターの方が火力は増強できるんで、3匹増強できる分、3
3匹増強できる分火力はもしかしたらこっちの方が高いかもしれない。モンマスの方が高いか。デンタクル340出てるもんな。さあさあこの踏み潰すがね、力250から離れてる。どんどんあろー外しよるこいつ。さあ TS さん、そろそろ始めますよ。風はおっと、えデンタソースよける珍事発生しました。デンタソースがよける珍事発生。なんだこのチーム、なんだこのバトル。デンタソースよける珍事発生いたしました。デンタソースがよける珍事発生。この回避がどう出るか。さあこの回避がどう出るか。このね、1回の回避はかなり大きく出るんじゃないですか。さあこちらはね、希望の風のマント。さあデンタザウスだね、まあ今のところ HP では五分五分といったところでしょう。そしてこのターンはね、風のマントをしたということで、このスターフレアがあまり刺さらないかもしれないね。デンタザウスナイトリッチのね、対策はね、結構前にも言っておりますが、特技が5つというね、そこですね。はい、特技が5つなんで、風のマントで大体防げてしまう。防ぐことによって向こうの勇気の上昇量も少ないんで、もしかしたらこれもね、あるかもしれないですね。さあ向こうの方が、あっとデンタックルになっちゃった。スペシャルカード選んだらデンタックルが出てしまった。これはくら、さあデンタサウスのご機嫌が非常に悪いです。デンタサウスのご機嫌が非常に悪いです。さあここから返せるか。できれば HP 差を返しておきたい。うん、ガードされました。うん、ガードされましたね。はい、必殺ジゴフラッシュ。さあこのジゴフラッシュがね、デンタザウスナイトウィッチに通るんですよ。賢さ一桁にしては頑張ってほうなんだけどね。さあジゴフラッシュね、できるだけね、幻に積んでおきたい。さあナイトウィッチはここを防ぎますね。この風のマントのおかげもあってね、オーブはたまらなかったっていう感じですね。はい、さあ気合いため、さあ次のターンだ。問題は次のターンか。次のターンにかなり互角の勝負してるんですけど、次のターンにこの 1P チーム勇気をためきれなければちょっと厳しくなってくる。さすがにでもたまるんじゃないか。これさすがにたまるでしょ。うん、この量ならたまると見ていいんじゃないでしょうか。さあスターフレア、こうなると多分削り合いになってくるか。削り合いになった時にやっぱり優位なのは火力面でやるモンスターマスターが有利っていう部分はありますね。はい、さあ非常にね、こうして見るとね、泥試合を見て、まるで泥試合を見てるんだよね。硬い者同士が戦っていることを見るという、なんかすごく泥試合感が泥試合感がね、ちょっと漂っておりますね。なんだこの泥試合と思っております。私解説してる私、正直ね、かなり泥試合ですこれ。なんだこの泥試合はな。さあ248、あ、勇気たまる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 、勇気相打ちになる、相打ちにはなる。おお、791、これはこれはまさかのあるんじゃない。おお、いいね、これは決まった説あるぞ。決まった説あるな。これはもうね、ちょっと勝負が見えてきましたよ。外役を持って外役を制すなよ。さあこのとどめでお互いオーブがよくたまったもんですよ。総裁ですね、ここでね。ということで、これは最終ターンでございます。この最終ターンでね、決まりますよこれ。まあ、ただね、線の差はもう覆せねえよ。あ、決まるか。メタルハンター勇み足で、はい、はい、はい、ボワン。なんだよこいつ、ガギ役を持って外語制すんじゃないよ。いや、それはなんていうかな、まるで大会を見てるみたいだった。感想言っていい？まるで大会を見てるみたいだった。